研究員、大手製薬会社の研究員、沈着冷静な理性の信奉者で、心霊体験などには極端ともいえる拒否反応を示す。代々学者の家系のためか芸術面には全く疎く、当然楽器も弾けない。年齢とかそこら辺を知りたいんですが、まあ、30代ぐらいでしょうか。いや、この萌えちゃんと愛ちゃんが可愛すぎてなちょっと弱いな、まどかじゃ。見れるかも。見れない。どうする。まあいいや。とりあえずこのままで。行方知れずの教員ズカは、ズー先生が生まれた背景に彼女が関係しているのは間違いないだろう。せっかく脱出したのにまた行かなくちゃいけないのか。ちょっと憂鬱っすね。印を解くためには仕方ない。行こう。反対側から攻めてみるか。割れた鏡のある踊り場へと戻ってきた。だがそこにはもう何もなかった。バラのツタも警備員の死体も一切残されてはいない。どうかしました？いや、別に。少し確かめたかっただけだ。完全に解決している、花彦君は。何もないな。鍵がかかっている。やっぱりテストに答えないといけないのか。ピアノ？今のピアノですよね。一枚の楽譜だった。お星様。あ、懐かしい。これ子供の頃に弾いたことがあります。ピアノが得意なの？まあそれなりには。私これでも歌手ですから。それは知ってる。機会があれば頼むよ。はい、お任せを。かわいい。機会があればお任せをと。これ約束取り付けた。うまいな野さん。うまいな。ピアノの経験者でなければ弾きこなすこのことは難しい。そうなんだ。入れる。答案用紙はなさそうだな。
じゃあ、死体だらけの部屋にまた行くのか。柔らかいものが入っている。くしゃくしゃに丸められた紙の断片だった。手帳の一部、裁断編し。し。制御成功にて麻痺す。目て脆弱なため注意て硬直する。危険しなければならない。何かの実験をしていることは間違いない。答案用紙だ。放送ないけどな。あ、かかるんだ。実装開始。ダチョウの足で走ると学校の1階から2階まで3秒で行けます。もし学校が5階まだあるとしたら1階から5階まで何秒できる。15か。ダチョウの足はとっても速い。時速60キロで走れます。60キロで30メートル先の人間の餌まで何秒かかる。ちょっと60キロ、え、その前の バット盗み見ない武士の鏡引っ掛け問題なんだ。じゃあ次も最速なんだろうか。ダチョウの蹴りはとても強い。エアバッグがないと人間かっこ餌は死ぬ。ダチョウ強いを観察するときはエアバッグを持つこと。注意終わり。すごく離れたところから助走をつけて蹴るのが特徴です。ダチョウの速度が半分になったらキック強いの威力はどうなりますか。よくわからん。なんだか知らんが、とにかくよし。違うんかい。力技すぎる。石を取るとね、何でも適当になってしまうもんですよね。真面目にやらなくなるよね。お前たちは先生の指導に逆らった。特別テストを用意した。動物教室へ移動するように。動物教室、もしかしてあの血まみれの教室のことか。あんなところでテスト、特別テストと書いてあったのが気になる。変なテストでなければいいのだが。いよいよ戦闘かね。物理で速度の二乗とかやりましたやんか。へいへい、僕がそんな頭良さそうな人に見える？だいたい寝てたわ、授業なんて。
頭良かったら実況なんてやってないんだよな。悲しいな。すげえな。うわ、これさりげなく手とか足とか怒ってんだよな。今まさに取り出されたようなみずみずしい色合いをしている。新鮮ですな。すごいなこれ。天井から吊るされた何かの内臓からは体液が滴り落ちている。何の内臓なんですかね。普段であれば動物の表情など判別がつかないが、どの首も苦悶の表情を浮かべているように見える。ちょっとでかい声やめて。何か紙くずのようなものに手が触れた。またか。祭壇編が死骸ってことか。ん？特定周波数の音波による。特定周波数の音波か。祭壇編イと祭壇編ガガガの右端の一列が上下につなげて読めることが分かった。これらの祭壇編は全部を並べてから上下方向に読むと意味が分かるのかもしれない。並べる。わからん。大体読めるようになったとして、その内容の意味がわからないというか。四角ボタンでソートできる。知らなかった。いがし。以上のことから音波数の音波による制御成功。頭脳となる豚脳は特に巨大魚の旋律にて麻痺する。また至近距離からの大きな音にも極めて脆弱なため注意。蛇腕に音は無効だが大火炎恐れて硬直する危険。なるほど。多分次の相手はキメラ的なやつで何形態かあるんだな。蛇の形になって攻撃してくるとか豚となって攻撃するとか、それの弱点を書いてあるんだ。つまり自らが動物の楽園になったということか。水のたっぷり入ったバケツのようなずっしりとした重量感がある。食堂に詰め込まれたクリーム色のプラスチックが見えた。食堂って。トランジスタメガホン。よく入ったな。それをなぜ動物の首の中に
食堂に押し込んで隠す必要があるのか。無数の動物を取り寄せていたというズカオの話が脳裏に浮かぶ。明らかに常軌を逸した狂った情熱が部屋中に充満しているようです。野さん大丈夫ですか。黄色い体液にまみれたメガホンを両手に抱えて立ちつくんでいた。ああすまない。すべてのものには意味がある。とすればこれには重大な意味があるんだろう。トランジスタメガホン。内蔵電池はまだ生きており、すぐ使用することができる。大声で叫ぶ。やるか。しかし、フレージ？テストはすべて外国語で書かれている。最初の一言目から何が書いてあるのかそもそも理解ができない。ダメ、私英語はさっぱりなんです。英語ではないようなのだが、しかしだとしたら余計ダメそうだ。少なくとも外国語のわかる人間がいないとテストを受けることすらできないだろう。パートナーが違うってことか。ヒロさんか。やはり因縁のあるライバルじゃないと。読めるのかな、理系女子。え、私？喋った。でも分かんねえな。こうだ。読めるのかい？お、フレージ1。なんだ、ドイツ語じゃない。読めるのか。大学で取ってたからこのぐらいなら。テスト開始。まずい、始まったぞ。久しぶりだけど読んでみる。そっちは答えを書いて。頼む。選抜試験社会科。これは社会のテストだと書いてある。問1、以下の問題に答えよ。太平洋戦争で日本本土も空襲を受け、ここ H 市にも防空壕が作られました。戦争の発生した時代として正しいものを以下から選択せよ。ね。太平洋戦争の発生した時代？全然わかんない。じゃ、引っ掛けを期待して江戸にしてみましょうか。違う。じゃあ大正か。昭和。対米開戦時、帝国海軍はハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、米艦隊に大打撃を与えました。その攻撃日時を伝えるための海軍の伝聞に使われた言葉は以下のうちどれか。トラトラトラ、新高山登れ、日の出は山形。トラトラトラ、我奇襲に成功せり。最後よ、すごく短い問題。終戦する1945年当時、大日本帝国の同盟国だった国はどれか。わからん。ドイツか。
あ、ドイツなんだ。なんとか乗り切ったようだ。答案用紙の最後には残りの空き教室に次のテストがアウル、すぐに移動するように。まだやんのか。テストの内容としては普通ね。小学校で出る問題とは思えないけど、とにかく助かった。俺一人ではどうにもならなかったよ。別に大したことはしてないわ。まだ他にもテストが、あ、残りの空き教室、そこに次のテストがあるそうだ。なるほど、行きましょうか。何やる気出してんすか。さすが理系女子やな。これか。やるか。テスト開始。選抜試験、音楽の問題です。以下の問題に修羅様魔性。動物さんは周波数で制御。あ、これさっきのあの紙のやつ。実験は成功です。問い1は蛇です。蛇はどんな音を怖がりますか。以下から修羅様もうなんかおかしいぞ。精神状態おかしいよ。くそ、パッと見た程度なのに巨大魚か。オーマイ。問いには豚です。豚はどんな音を怖がりますか。以下から修羅様なさい。巨大魚の旋律。問い3、封印。危ない道具を封印しています。封印されていないのはどれですか。以下から修羅様なさい。封印？ピアノ、ハーモニア、ハーモニカ、メガホン。封印されてない。口が開いてるからメガホンとか。で、あー、やめろー、死にたくない。グワウクワク、合格か。合格？今合格と言ったか。そう聞こえたわね。何に合格したのかは分からないけど、とてつもなく嫌な予感がする。調査を急ごう。何かが起こりそうな予感がする。あとは鍵のかかってる部屋。すべてのテストを終え、下記チャート記載の残りのアイテム、鍵とマッチとお守りを入手するとボス戦です。ボス戦にはピアノが弾ける同行者柏木愛が必須です。あ、そうなんだ。テストを終えたこの辺りで同行者を変更しておくと良いでしょう。あ、絶対必要なんだ。了解。こんな声だったんだ。覚悟なさいどんな声。了解。
おお、蛇が。それはたちまち床を覆い尽くした。こいつがまずいのか。ケリーたちは我先に答案用紙を追いかけ始めた。やがて人体模型から姿を消してしまった。びっくりした。紙製の箱と鍵が入っていた。理科用マッチ、音楽室の鍵を手に入れた。答案用紙をすべて失った。うも。あと数十分。お、記憶が。あ、はい、もうすぐ出番ですよね。違う、ライブじゃない。大丈夫、スタンバイ。始まってしまった。壁にハンマーを使用し穴を開ける。ハンマー？あー、最初で見つけたやつじゃん。こんなところで使うな。壁を調べるときはこれが作法のような気がする。すごく微妙な差だが、中央の部分だけはやけに薄いような気がした。音の違いが聞き分けられればいいのだろうが、残念ながらそこまでの技量はない。なんとなく感触の違いで厚みが違うような気がしただけだった。何者かを呼び寄せてしまう可能性はあるが、ここはもともと花彦君のいた場所だ。別の怪がそう簡単にやってくるとは思えない。なるべく一回で済ませよう。予想以上に大きな穴が壁に広がった。幸運なことに何かが迫ってくる様子はない。思ったよりうまくいったな。愛は曖昧に微笑んだ。何うまいこと言ってんの。蛇か。どうやら中に作っているものを引きつけてしまっているようだ。何か手段がない限り穴の中を調べることは無理そうだ。透明な瓶を使用してから理科用マッチ。穴の中の影はしばらく暴れていたが、特に大きな変化はない。暴れるんだ。ギャース！蛇たちは慌てふためいて穴から一斉に溢れ出し、かわいそう。蛇の波が消えた後の床には何かが落ちていた。蛇たちが逃げるときに巣の中にあったものを一緒に引っ張り出したようだ。藍染め修羅のお守り。蛇たちはわざわざこのお守りを持って外に避難したようにも見えた。まるで火にさらすのを恐れるかのように。これを炎から守ったということか。だとすればよほど大事なものらしいな。
鍵がかかっている。ピアノボッコボコだな。古びたピアノだ。そこには一枚の楽譜が挟まっていた。楽譜鯉のぼりを手に入れた。鯉のぼり。ピアノを弾くとこはないのか。来たか。脳みそ。優秀な脳みそ。これから素材として解体します。素材として解体。素材として解体って言ったのか。大事なことなのね。優秀な脳みそを素材として解体する。放送はそう聞こえた。つまりだからテストをさせたのか。俺たちが素材にふさわしい獲物か調べるため、獲物を選抜するためにテストをさせる。それがズー先生の狙いだったようだ。自らの首が並べている光景を想像した。すみません道が混んでて。はい、しっかりしろ。来るぞ。西の階段を駆け上ってくる。迎え撃つぞ。かっこいい。どこかに隠れて先手を取るの。四章の黒言。どの教室に隠れるべきだ。関係反応。音楽室で。